際は東次郎さんの企画展をやって、で去年ドームの林実さんの企画展をやって、で今回そのつながりがある藤田博さんの企画展をやって、いわば3部作が完結したっていう、そういう流れで今回の藤田博さんの企画展を開催することにしました。39回の企画展の中でもやっぱり自分の思い入れが強いんで、一番の過去の企画展と比べても一番の手数が入ってるんですね。会場作りで一番最初に制作したのはこの節田のロゴなんですね。この背景に入ってる節田のロゴとか全部そうですよね。このロゴを最初に作成して、そこからどんどん自分のイメージを膨らましていって、ロゴはをまず持ってくると、これ絶対に人物を絡めたいな。 2000GT トヨタ7、やっぱり現役の頃節田さんが乗って見えた車がパネルのテーマだなっていうことは感じたんで、そのロゴにどうやって写真を組み合わせていくかっていうことをイメージをどんどん膨らましていって、そのイメージに合ったものをいただいた写真の中からチョイスをして、このギャラリーの展示っていうのは僕の作品の一つでもあるんで、そういうものを39回積み重ねてきてるんで、やっぱり積み重ねてきて経験も積み重ねて、ね、それなりに多分力も蓄えてきて、で藤田さんという偉大なレーサーの企画展をやらさせてもらって、全てがうまくつながりを持てて、いい企画展が出来上がって、僕としても非常に満足してますね。